ステファン・バートリ、ー、ステファン・バトルイ、または、バートリー・シュトバーン、ポーランド語表記、ステファン・ベトリー・ハンガリー語、ボッテリー・エストボン・ルーマニア語、ステファン・ボッテリー、1533年9月27日から1586年12月12日は、トランシルバニア公国の統治者、在位、1571年から1586年、後に、ポーランド・リトワニア共和国の女王、 アンナやゲロン家の共同統治王在位576年から1586年ハンガリーの大貴族バートリ家のソムリオ系統出身多くの歴史家に最も優れた選挙と評価されているステファン・バートリはバートリー・シュトバーン発生の息子バートリー・シュトバーンとしてソムリオで生まれた父はハンガリー王位についたサポーヤ・イアーノ氏の熱心な支持者で そのライバルであったハプスブルク家のフェルディナント一世の即位に反対しており、1529年にはトランシルバニアの総督、ボイボド職に就いたが、息子イシュトバーンが生まれた翌年に亡くなった。息子イシュトバーンは、両首相の勇敢な指導者、神聖ローマ皇帝の宮廷における巧妙な外交官となった。イシュトバーンは、サポヤイアーヌ氏の息子イアーノシュジグモンドの ハンガリー王要求を支持していたため、神聖ローマ皇帝マクシメリアン二世に憎まれ、2年間投獄されたこともある。1570年、ハプスブルク家とサポヤイ家の2つの宮廷は和解し、ヤーノシュジグモンドは新たに創設されたトランシルバニア公国の統治者の地位に甘んじた。翌1571年にヤーノシュジグモンドが死ぬと、 米系氏がシュパールが後継者とする取り決めを破って、トランシルバニアの三味分議会は、トランシルバニア港に、バートリー・イシュトブーンを選出した。米系氏は、ハプスブルク宮廷の指示を取り付けて、行為を要求したが、イシュトバーンは内戦に勝利して、米系氏を国外に追放した。1572年、当時のキリスト教世界で最も広大であり、最も人口の多い国の一つだった。 ポーランドリトアニア共和国で国王ジグムント2世アウグストが後継者を残さずに死去し王位が空位となった。1573年、戦王の妹で唯一の王位継承権者であったアンナは政務共和国議会に働きかけてフランス王子アンリ・ヘンリ・クバレジを新しい国王に選出させた。アンリは自らの王位を正当化するため、 アンナと結婚する必要があったが、アンリは、退官式から一年も経たないうちに、ポーランドから逃亡して、フランス王位を継承した、アンリ三世。1575年12月12日、およそ1年半の空域の後、政務は、教皇代理の説得に従って、皇帝マクシミリアン二世を国王に選出した。しかし、その3日後の12月15日に、貴族階級、 シュラフタは反乱を起こし、マクシミリアン選出を主導した、セナと共和国元老院を脅迫し、ヤストの王、つまり、ポーランド人の王を選ぶよう要求した。激しい議論が交わされた結果、アンナをポーランド王として選出した上で、バートリー・ストバーンと彼女を結婚させることが決まった。この時、リトアニア大議員は政務に出席しておらず、国王選出に関わることができなかった。 バートリー・シュトバーンを候補者として最も支持していたのはプロテスタントとソッチーニ派半三味一体派だった。彼らはハプスブルク家出身の君主がポーランドに対抗宗教改革を持ち込んでくるのを恐れており宗教的自由が保障されていたトランシルバニアの統治者バートリー・シュトバーンを好ましく思っていた。アンナは1575年12月13日にワルシャワで ポーランドをおよびリトアニア大公に選ばれ、1576年5月1日、ステファン・バートリ、バートリー・シュトバーンはアンナと結婚して妻と同様の地を得た。同年に兄のバートリー・クリシュトーフがトランシルバニア公に選ばれたが、1581年に亡くなり、老いのバートリー・ジグモンドが後を継いだ。この国王選出は、 ルブリン合同の取り決めを無視したものであり、マクシミリアン二世を国王に選出する際には、リトアニアの大議員が出席しないままでことが進められた。このため、リトアニアとの交渉が行われ、共和国におけるリトアニアの封建的諸権利が完全に保障されて、ステファンは正式にリトアニア大公、及びルペニアとサモギティアの公爵として認められた。大公として認められた見返りに、 ステファンは1579年、共和国において3番目に、新しい総合大学となる、イエズス会経営のビリニュスアカデミー、後のビリニュス大学を創設した。ステファン・バートリューの立場は、当初極めて困難なもので、国家は、空域の混乱のせいでかなり弱体化していた。マクシミリアン2世は先に国王に選出されたとして、自身の王位を要求しており、 国内のハンバートリ派を先導し、王位獲得のために、ポーランドに攻め込むことを画策して、モスクワ大公国と同盟したりした。しかし、マクシミリアン二世が、間もなく、死んだおかげで、王位をめぐる危機は去った。ステファンに反対するすべての軍事的抵抗は、長期化した1577年のグダニスク包位が、和解に達した段階で終了した。 ハンザ同盟の一員であるグダニスクは、高度な経済力と難攻不落に近い強固な要塞を備え、密かにデンマークとマクシミリアン2世紀の援助を受けていて、マクシミリアン2世紀の選出を支持して、ステファンの王位を否認した。6ヶ月の包囲の後、5000人の傭兵で構成されたグダニスク軍は、1577年12月16日の野戦において、国王軍に完敗した。 しかし、ステファンの軍隊は力属で都市を陥落させることはできず、グダニスクと妥協するに至った。この和解において、ステファンは、グダニスクの特別な地位、及び歴代のポーランド王たちが承認してきた、グダニスク法による同士の所得権を確認した。これに対し、グダニスクは、ステファンをポーランドの主権者として認め、謝罪の証として二十万キングルデンもの大金を、 支払った。グダニスクは、その後、スウェーデンや、モスクワロシアとの交戦中一貫して国王に、忠誠を誓い続け、政府に求めに応じて政府への援助を行った。この勝利はステファンに国王としての権威を高める、機会を与え、王権強化の試みは、当時の実力者だったヤンザ・モイスキに支持された。二者は協力して、王官僚に対する課税を強化し、豊かになった。 王室財産を貴族に貸し出すなどして、いくつかの貴族、シュラフタの党派を味方につけた。またステファンは、ポーランド軍の改革を断行し、兵士、技術者としての訓練を受けた農民からなる、ピエホタ・ビブラニエツカと呼ばれる反常美軍の、不評部隊を設置したほか、登録コサック制度や有力表記兵、フサリアなども、本格的に導入された。さらに裁判所の組織など司法分野も、 改革の対象になった。ステファンは10年以上前に犯した殺人罪と反逆罪の未決集であったの処刑を命じてもいる。対外関係では、ステファンは同盟関係の構築による和平政策を模索した。ステファンはハプスブルク家を信用していなかったが、強行代理の仲介を受けて、マクシミリアン2世の後継者、ルドルフ2世軍事同盟を結んだ。 オスマン帝国との紛争は、五百七十七年十一月五日の和平調停によって一時的に中止された。ワルシャワで招集された政務は、国王から、モスクワ大公国との不可避の戦争のための、除菌拒出を要請された。臨職な政務に何度も女性禁止室を拒絶された。ものの、敵である、モスクワ軍の進軍を止めるための二度の遠征と、続いて起きた長期にわたる包囲戦に、 国王は勝利した。また同時に、オスマン帝国と皇帝の彼の野心に対する意念を優れた外交手腕をもって取り除いた。の最終局面となったリボニア戦争において、ステファンは大法官、ザモイスキと一緒に共和国軍の勝利を決定づけた遠征を直接に指揮した。イヴァン4世はリボニアに攻め入って共和国の属国となっていた。 クールラント公国の主要都市ドルパトを占領したが、共和国軍はベリーキエルウキでロシア軍を蹴散らした。ステファンはロシアの中心地域にまで進軍し、1581年8月22日、少数の疲弊した共和国軍がプスコフの巨大な要塞を包囲したプスコフ包囲。サーリとポーランド王の紛争を調停すべく教皇庁が送り込んだ教皇代理。 アントニオ・ポッセビーノの包囲中止の要求や指揮官たちの不満の声が上がっていたが、北極の厳しい冬の間ずっとプスコフの包囲を続けた。結局、イヴァン四世は自国の第三の都市を守るために交渉を開始し、1582年にヤムザポルスキの和訳が結ばれて、ロシアはポラツクを割上した上、リボニアの占領地域をすべて共和国に返還した。 その後、東部国境の防衛のために、ステファンは、オスマン帝国を仮想的国とするモスクワ大公国との軍事同盟を締結しようと計画したが、ロシアが急激に弱体化したために、軍事同盟が実現することなかった。また、サーリの表ドル一世を、ステファンの後継者に迎えて、ポーランドリトアニアモスクワ合同を成立させる構想も、1586年12月12日に、 ステファンがフロドナ古城で休止する立ち消えになった。ステファンの遺体は東ヨーロッパにおいて初めての検視解剖を受けた遺体となった。遺体は当初フロドナに埋葬されたが、後にバベル大聖堂に移された。ステファン・バートリの死後、共和国は一年の空域が生じた。次期国王には皇帝ルドルフ2世の弟マクシメリアン大公が選出されたが、アンナのおいで、 スウェーデン王子のシギスムンド、ジグムン3世がこの国王選出に抗議し、V チナの戦いで、マクシミリアンを破って、共和国の新統治者となった。同時大臣の評価によれば、ステファン・バートリの業績の偉大さは、ビータ・ウタス大公に被験するレベルだったという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。